はい、じゃあね、病院行きましょう。はい、うん、今動いてないから大丈夫だし、ぷくってなっちゃった。お腹ぷくってなってる。お腹じゃないよ、ほらぷくってなってるね。うん、お腹じゃないよ。指がね、なんか赤い月指だと思うんだけど、でもね、ずっと湿布して様子見てたんだけど痛み引かないんでしょ、なのでちょっと一応ね、病院にね行ってきましょう。明日からちょっと旅行だからね、あといろいろね、あの動くから、ちょっとね、大丈夫、ちゃんとしとかないと。ジェットコースターは乗りたい。今ジェットコースターに指あれだ。どっちかって言ったらフィッシャーズパンクの方でしょ、支障があるのは。うん、まあいいや、とりあえず行ってみましょう。ちょっと気をつけてね、そこでね。うん、風が寒い。拾われませんね、リミさん。結構混んでたね。空いてると思ったら結構混んでました。混んでました。まだまだ呼ばれません。混んでました、ね、髪めっちゃボッサボサだった。髪めっちゃボッサボサ。あ、うん、うん、寝ていいや、眠いんでしょ。もしもーし、しもしもーし、もしもに大丈夫だったね。ちょっとでも良くなってきてれば、ね、このまま湿布貼っとけば大丈夫ってことだったので、ね、1回です。不満そう。はーい、ローソンで帰りに、あ、何、唐揚げくんをね、しほちゃんの分も買いました、今日のおやつ。はい、で、ママが、これ何書いてある、これ。え？これ。女優さん。女優。リミは何をやってんの今。え？そっくり。そっくりさんのアプリで遊んでんの。ママはね、このタピオカバニラミルク飲みまーす。美味しいかな？最近タピオカよく飲んでます。はい、ママも一緒に食べます。え、ママはね、別のあるんだ。あ、うん、ママタピオカ飲んだ。うん、じゃあ唐揚げくん食べるし、ママはそれだよね。はい、あるの。じゃあいただきます。うん、リミがね、どうしてもね、唐揚げくん食べたいって言うからね。どう、おいしい？久しぶりの唐揚げくん、おいしい。うん、うん、今日のおやつです。虫よけ、虫よけ。違うよ、ここに貼るやつだよ。違う、これなんか熱じゃないんだから。熱じゃない。リミリミリミ、これさ、あのさ、蚊に刺されてさ、虫みたいな、うん、あ、金柑虫とか、ね、はい、じゃあそれを今切った、これがこっち切ったやつ、これね、これを小指に、うん、先生がね、湿布貼っとけばじきに治るっていうから、で、これね、お家にあったやつね、ネット包帯。チキって、わかった、チキって、こんな感じのやつね、チキってます。うん、じゃあしほちゃんにやってもらおう。匂い嗅がなくていいから。できた、これ。冬、もっとさ、冷たい冬にやったらもっと冷たい、うん、で、網をかぶせるね。でか、長。ご飯食べるとき紛れない、これ。食べさせてあげるよ。あ、そっか、リミ左利きか。食べさせてくれるって、優しい。今日クラジュッキー。今日クラジュッキー行くの？うん。
じゃあ予約クラムさん、するやもう一回する、もう一回する顔何もう一回するよって顔してするよもう一回予約するよまぶしい、はい、リミ様暑いね、今日も。今日は運動会の振り替え休日なんですけど、ね、午前中はね、お友達の家に遊びにしほちゃんと一緒に行って、今日は午後からは、ね、宿題をやり、眼科に来ました。はい、リミちゃんはね、学校からなんか視力検査がね、すごい悪かったんだよね、結果が。でなんか左の目が特にね、もう 1.0 ないらしいの。しかも左だけが。だからね、ちょっとその辺をね、あの検査してきてくださいっていうことでね、学校からプリントをいただいてしまったのです。なのでちょっとね、見てもらいましょう。もしかしたら視力がめっちゃ低下してんのかもしれない。ね。心配だね。だからちょっとガムいじってないで、ガムいいから。ガムブラックブラックって言ったのね、眠気を覚ますガムなの。パパ眠くなっちゃったりするからね、このガムを食べて眠気を覚ます。暑いね、じゃあ行きましょう。はい、レッツゴー。エアコンを入れないともう本当暑くてやばいので、ちょっとうるさくてすみません。はい、眼科終わりました。リミちゃんね、右はね 1.2 にあるんだけど、左が 0.8 で若干の近視です。何を近視か、何を近視、僕が見えないんだってリミちゃん。鍵めっちゃ暑い。うん、暑いの触ったら。で、今のところ先生はね、今年中はメガネしなくても大丈夫だけど、来年は分かりませんってことでした。これ以上悪化しちゃうと、ほんとメガネだね。やっぱこうスマホを見る距離感、パパにもよくリミは注意されるんだよね、近すぎるってね。だからちょっと意識して、ね、気をつけよう。で、黒板とか見にくかったりしたらすぐ読んだよ。分かった？ね。でもよかった、ママもすぐメガネとか言われちゃうかなと思ったけど。聞いてますか？聞いてますか？聞いてますか？スマホはダメですよ。しばらく。さっきまでずっと見てたんだから、ちょっと目を休めてください。ね。ちょっとリミもドキッとした？ドキッとした？ね、やばいと思った。目悪くなっちゃったと思った。ね、だよね。さ、じゃあ帰りましょう。ね、とりあえず書いてもらったので学校に提出して、一応今回は大丈夫でしたってことだね。お疲れ様でした。皆さんこんにちは、しおりちゃんのりみです。はい、今回はりみちゃんが朝起きたら目がねボーンと腫れてたので、でね、もう今夕方じゃない、もう7時なんですけど、まだちょっと腫れてるんだよね。でもだいぶ収まってきた？
はい。でね、目がね、すごく腫れてて、でね、最初なんかまたゴミとかが入って物もらいみたいになっちゃったかなと思ったんだけど、でもなんかよく考えたらなんかほっぺと顎の下、顎の下、うん、顎の下とかもうだいぶ消えかけた、その辺、うん、その辺のね、ここ見えない、デミなんか赤くお化粧したみたい、そこもポツってなってるから、もしかしたらね蚊に刺されたんじゃないかなと思って、あとね足、あ、そうそうそう、足のちょうどそのねちょっと失礼します、大丈夫スカートじゃなくてよかったうん、ちょっと足首のところもどこ、ここだよ、ここ見えない、あ、見えた、見えたかも、見えたかすごいか痛いでね、こんな感じで何か所か痒いところが見つかったの で確かこの前蚊がねいたんだよね、うん、確かにね、だから多分蚊に刺されたんじゃないかなと思われるんですよ、リミさんで、一応目薬とかね、刺して学校に行ったんだけど、うん、帰ってきてもね、シュートする目薬、うん、だから多分蚊だと思う、だから多分時間が経ってばまた目薬した、うん、治ると思うんだよね、うん、でも両目ってすごいよね、ちょっと前髪上げてみて、両目腫れるってすごくないね、ちょっと両目さ、蚊に刺されるってさ、すごくない、すごいね、すごいよね、うん、これは記念だよね、アロン、あのさ、うん、あのさ、さっきつけてたさ、うん、なんかここにつけてたカチューシャ、カチューシャ閉まっちゃった、あれで前髪こうやってしようと思ったね、視聴者さんからお借りします、うん、こうしてね、お借りしますじゃなくていただいたんでしょ前髪をかばってあげてみよう、そう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 、お、いいじゃん、どう、うん、こんな感じでお目目がやばいようにね、なってんだよね、でもだいぶ治ってきたんだよ、これで朝もほんとすごかったよね、もうちょっとこう、一覧注意レベルだった、こうなってたんでしょ、そう、もっとこうなってたでしょ、びっくりしたもん、あれ昨日大泣きしたっけとか思って、大泣きしてない、ちょっと泣いた時もあったけど、そう、こんなに腫れるぐらい泣いてないもんね、寝る前とかね、なのでね、明日になればまたちょっと良くなってるはず、目がかゆい時こうするようになったしないしない、はい、じゃあね、こんな動画になってしまいましたけど、はい、2個目を刺されるっていうことは多分ほとんどないことなので、おいしい、おいしいおいしいですかなので一応ね、思い出として撮影してみました、リミちゃんに美味しいといただきました、しほちゃん、はい、目蚊に刺されて腫れて美味しいんだって、え、何が美味しいの、え、その美味しいじゃないの、あ、リミが美味しいってことね、あ、蚊がリミちゃんの血が美味しいってこと、はい、なるほど、そういうことね、見て食べてた、すごい赤い、うん、すごい赤い、リミ赤くメイクしたみたいでしょ、そう、今日学校でも言われたでしょ、二人ぐらい、リミちゃん目赤いよって、うん、なんて答えたの、なぜか腫れちゃったのなぜか腫れちゃったのって、まあ確かにね、ハテナ、ハテナ、ハテナ、はい、じゃあね、ちょっとこのまま治ればいいけどね、また治んなかったら、うん、眼科にね、行きましょう、はい、はい、じゃあ、良くなることを祈って、はい、はい、それでは、See you next time!